今朝、米子市の和田小学校、朝早くからバスへと乗り込む児童の姿がありました。実はこれ、小学6年生の修学旅行です。出発の前日、小学校を訪れると見て、ビッグ、児童は修学旅行のしおりを見て行き先の調べ物をしていました。修学旅行を前にテンションが上がっている児童たち、そこには去年とは違うある変化が関係しているようなんです。原爆の資料館を見たり、みんなで遊園地行ったり宮島行ったりしてすごくワクワクしてます。数年ぶりに広島が行けるってことで、今年から広島の方に修学旅行、行けることになりましたので、実際に展示物を見たりすることで、やっぱり平和学習への、深まりっていうのは、あるなというふうには感じます。新型コロナの影響で修学旅行の行き先は地元周辺になっていましたが、和田小学校では定番の広島旅行が4年ぶりに復活しました。感染者数が落ち着くと見込んで、コロナ禍前と同じように1泊2日で広島市や宮島を巡ります。市によりますと、市内すべての小学校で修学旅行の宿泊先は県外となるなど、コロナ禍前へと戻っているということです。一方、こちらは米子東高校、数人の生徒たちが高校の敷地内にある神田山に登っていきます。その目的は、大声を出しての応援練習。そう、彼らは米子東高校の応援団です。ちなみに練習しているのはここ、神田山の頂上です。団長は3年生の岡部真凛さん。憧れの応援団に加入しましたが、ずっとコロナ禍でジレンマを抱えながらの活動が続いていました。距離が狭い場合はマスクをつけて練習をしないといけないなどの制限がありました。息苦しさとかそういう部分が大変でした。これまでは基本マスクをつけたまま活動し、声量を落とすなど制限も多かったといいます。しかし8日以降、ようやくマスクを外して声のリミッターを解放、思う存分声を出して練習できるようになりました。制限をかけなくていいというか、全力を出して毎回練習に臨めるようになったと思います。全力の応援を届けられたらと思っています。その米子東高校は今日が体育祭、白洋祭。コロナ禍の開催は半日のみとするなど制限がありましたが、今年は手をつないで走る姿や距離を気にせずマスクなしで声援を送る姿が見られるなど、4年ぶりの通常開催です。競技の途中で行っていた消毒も今年はありません。歓声とかもわーってだったり、みんなの笑ってる顔とかが見えたりして、本当にめっちゃ嬉しいです。改めてこの人こういう顔してるなっていうのが知れて、いい機会だと思いました。コロナが5類移行して、初めての大きな学校行事ということになりますので、これを一つのきっかけとして、コロナ前の行事の取り組みになっていけばというふうに思っております。そんな体育祭の会場にいました、行進の音頭を取る応援団の岡部真凛団長です。清掃の学ランを着用、3年生になってようやく脱マスク、思いっきり全力で応援です。10倍ぐらいは元気に、とても気持ちよくて、今まで出せなかった分を出せたような気がします。コロナ禍で制限が多かった学校生活、徐々に元のスタイルへと戻る動きが進んでいるようです。